にちは。今日はすごいな。これでガールズバンドパーティーのメンバー全員揃っちゃったよ。え、それってもしかして他のバンドも集まってるってことですか？うん、たまたまみんなの練習の日が同じだったみたい。おお、すっげえ偶然だな。全員がサークルに揃うなんて久しぶりじゃねえか。ほんとだね。みんなもう練習してるのかな。あとで挨拶行ってみよっか。行く行く。っていうか今行かない？やめるって、練習の邪魔になるだろ。ああ、マシロちゃんたちだ。もしかして練習に来たの？サークルにいるなんて珍しいね。はい、たまには気分を変えて他の場所でしようっていう話になって。そうなんだ。あ、モニカも来たってことはこれで30人勢ぞろいだよ。他のバンドの人たちもいるんですか？そうだよ、後で一緒に挨拶しに行こうね。タイミングが合えば。あれ、サークルってこんなところにゲーム機置いてましたっけ？ゲーム機？あ、本当だ。ゲームセンターに置いてあるやつがある。筐体な。てか全然気づかなかったな。マリナさん、いつからこういうの置き始めたんですか？え、そんなのあった？オーナーから何も聞いてないけど。伝言とかないか事務所で聞いてくるね。マリナさんもこの筐体のこと知らなかったみたいだね。あれ、ねえみんな画面を見てみて。画面？え、なになに、画面が光って。ただいま。なんかね、特に伝言はないみたいなんだけど。って、あれ、みんなどこ行ったんだろう。さっきまで話し声聞こえてたのに。キャラクターが。パネルの準備完了。え、筐体が喋った。ガルパタワーバトルニューゲーム。パネルを積み重ねてたくさん遊ぼう。たくさん遊んでくれたらみんな帰ってくるよ。たくさん遊んでね、たくさん遊んでね、たくさん遊んでね。よくわからないけど、このゲームをやればみんなが帰ってくるってこと？このまま放っておくわけにはいかないし。